届いたんだ。届いたっぽい。撮影お疲れ様でした。え、何のこと？とぼけ。やりましたよ、撮影が。何かのね、何かのなんかいろいろダダ漏れだけど。撮影終えて、はい、帰ってきました。すっとぼけ。ゆいゆいはいませんよ。一昨日だっけ、もっと前だっけ、久しぶりにみんなと一緒にお泊まりして、ゆいゆいとショールームやってた。ひーちゃんも入ってきた。送らなきゃしてないかな。めっちゃ楽しかった。リリーとヌル様。どっちかっていうとヒナじゃない。楽しかった。なんかもうあの日ずっと一日中すごい楽しかった日って日で、私はね、あ、ちょっとこれは今言わないでおこう。でなんか休憩時間とかにゆい隣に行ったし、私もちょうど今稽古中でいろいろなんかどんなだったっけと思って見返してたりしてたの、動画で。それをゆいゆいと一緒にマジムリのいろいろ動画見て、そうで、ちょっとすごいツボにはまっちゃったところがあって、本当にそれが面白くて面白くて、見てて二人で爆笑してたら夜までなんか笑いのツボがおかしくなっちゃって、何がツボだったの？これ言っていいのかな。言っていいのかな。待って、ひーちゃんがりんちゃんの演技ダメ出ししてよ。そうなんですよ、もうちょっとないから話したいこと多すぎて、ないから話そう。それ言うか、いや、なんかさ、いや、なんか誰だっけ、ももちゃんのなんか同じ部屋にね、ももちゃんとひーちゃんと私とゆいで4人泊まってたんね。でなんか配信やってる時になんか言い出しっぺ誰か忘れちゃったんだけど、なんか寝起きドッキリやろうみたいな感じになって、そうだからおおと思ってそうやったんだけど、だからでもなんか私が言い出しっぺじゃなかった気がするのね。絶対ひーちゃんかゆいだったの。え、だからああ二人やるんだ、じゃあ見守ろうと思ってやったら、なんか二人ともなんか携帯持ち出して、え、二人がやるんじゃないのと思って、え、私は多分ね言ってない、私は言い出しっぺじゃない気がする、その自信はある。絶対ゆいゆいかひーちゃんだと思うの。だから二人がさ、二人の方がノリノリだったからさ、わ楽しみと思ってさ、配信終わった後もねワクワクしてたら、なんか二人ともなんか、え、私はやりませんけど的なノリでなんか携帯なんか動画開いて、なんかもう撮影者なんか私が起こすみたいなノリになって、そう、実行犯私。そう、あれって私って、そういうのって2人が昔からやってたじゃんと思って、
そうで、私むしろ被害者みたいな感じだったんだから今まで。なんか仕掛け人側になった。でそしてさ、なんか始まる前のさ、これから泣きどきしますみたいな動画をひーちゃんが撮っててあれって、あれ私がやるのと思って、でひーちゃんかめて、私今度舞台で主演やるので、その名にかけて庭からみたいな動画撮ってティーズ起こしに行ったら、なんかマモちゃん全然なんか、まね、多分 寝てたは寝てたんだけども、テンション的には聞こえてましたよみたいな感じのノリでニヤって笑ってそう、だから3人が、私たちが求めていたマモちゃんのこのリアクションにならなくて、でなんか私のせいみたいな、お前の演技力がみたいな空気になってあれと思って、なんなんあれえマジヌル様、ヌル様ダメ出しされた、ヌル様もう主役張れないわ今度ちょっと一からやり直してきます。え、バレてないって言った、え、わかんなかったって言った、え、そんな大きい声で喋ってなかったら、ずっとこそ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 音ちっちゃくして頑張ってた。ヌルパシられた。じゃリリーには逆らえないからね。何、ヌル様から、え、ヌル様、ああこれか、これがあのあれに似てるから、ジャケットじゃなくてコートもうすぐみんなヌルっていう、ナナさんはそうだね、ちょこちょこいろんなとこで行くけど、なんかそのヌールとタウゼントのラブが好きなんだね。絶対そうならないんだよ、私たち幼なじみだから絶対そういうのにならないその期待に応えられないんだよな。ネイルはもうボロボロです、ピンクを塗ってるんだけど、いろいろな作業をしているうちにどん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 剥がれていってしまってます。なんちゃんにはそう見える、ヌルがどんどんおかしい方向へ行くあ、今日ね、シタオくんと一緒、あ、メールにも書いたんだけど、シタオくんと一緒にね、あの取材を受けたのさ、沼ハマルマのことについてとか、あの披露してどうでしたかとか、どんな感じみたいなこととか、あとあのマジムリの舞台やってるねみたいな話をしたり、あのあれあれあれ、あの漫画の4パッチのやつとか、多分それで登場するんじゃないかな、その一環といいますか。
私いつもかあの漫画でお顔描かれるときいつもキリっていう顔に描かれる。そんな時キリってしてるかな。今日も結構ハードだった。全然結構参加してない私。今日メイク少ないです。めっちゃ薄い。配信するのにプププププってやっただけだからめっちゃ薄い。いやなんかいろいろなんかもうすでになんかさ、リレー配信の時とかにもさ、なんかみんな触れてくれるけど、私まだ結構2回しか出てないんだけど。なんか稽古やってる時のさ、格好が真っ黒でなんかブーツだっていうか、なんかそれはそんな話自分からはしてないのに取材の時に「そうなんですか？」って「どこ情報？」って、どっからその情報が。いやまあ確かにそうかもしれない。でも私はね、もう一番やってるし、ここ最近もコンサートのさ、あのこの間のやつもコンサートの前に外伝とかやってるから、漏れてるなスパイがいる。何？すごい、みんなそこまで、なんでそんな知ってるの？みんながいろんなところで話してるんだね。でもだから結構最近もやってたから、なんかね、そんな覚えようと思わなくても、あ、ヌルだったらなんかこういうこと言いそうだなみたいな、こういう展開になるなみたいなので、そんなに頑張って、前より頑張って覚えようと思わなくてもね、なんかそんな、なんかスーって入ってくる。本当にそれはちょっとそう、私みんなはね、そのまだキャラクター初登場だからあれだけど、私はもう結構前からキャラクターができてるから、そうだし一番あの朝日奈を理解してるから、そうなんかね、すぐいけた。でもそれ、もうそのこの能力はね、もうマジ無理だけだと思ってる。他のお話になると絶対リセットされると思う。なんかそのブーツがどちゃらこちゃらとか言われてたけど、それはあの私あの自分が持ってるやつが本番用のあれだから、あのブーツね、盾とかもさ、それでやっとかないとあの動けないっていうか、そう今のうちにこのブーツだとできない動きとかを見つけておかないとと思って、でそれをね、あの毎日も持ってくの嫌だから早めに持ってって置いとこうと思って持ってたからなんかすでにもう役作りがみたいな感じで語られるとめっちゃ恥ずかしいから、本当に話題にしないでほしい。すごく恥ずかしいんだけど。そうそう、本当に恥ずかしい。そうなんか意識高すぎみたいな感じでみんなに
見られるのが本当に恥ずかしいんだけど、どうしよう。待って、ほんとさ、まだ2日しかやってないんだって。本当にちょっとしか稽古やってないのに、ちょっとすごい照れちゃうんですけど。ね。でも一番の真面目のベテランになってしまいましたからね。でもまだ稽古はそんなすぐには始まらないですね。あとちょっとしたら始まるんで、その時に頑張ろう。ご飯食べた、食べたよ。そう、マジムリのすべてを知るもの。みんな忘れてると思うけどね、嵐ヶ丘学園って男女共学なんだよ。すごくない？男の子とかもいるのに、その中で実力で生徒会長になって、ほんとすごくない？すごいな。最初とかさ、カイザー様時代とかさ、いたじゃん、ムスケルだけ。なんか名前忘れちゃったけど、いたのに。なんか私が裏切った時にさ、なんかリリーのことピシーンって後ろからあのポコーンってやってたお兄さん、すっかり忘れてた。忘れてたでしょ。私もさっきさ、なんか過去の台本見返したりしてさ、いたなぁと思って。ね、すごい、あんな人とかいる中で倒して頂点に上り詰めた朝日ひな、すごい。いや、もうちょっと今回はね、面白いとこ多すぎてちょっとしんどい、逆に。カバさんはあれですね、荒地の方ですね。ゆいゆいと何を見て笑ってたかっていうと、あのさっきの話で、てかごめんね、マジブリの話全然わかんない人、本当何のことやらって感じだよね、ごめんね。ちょっと知ったかぶりして、うんうんと思って聞いてて。いろいろ、なんかいろいろツボになっちゃうところは一番あったんだけど、なんか一番こう理解してて、なんかゆいゆいがさ、いろんな人とさ、え、待って、これ言っていいのか分かんないや。いや、でも言っていいのかな、これ舞台になるとさすがにゆいゆいがずっと本人がずっと出てるから、いろんなどんな難しい技でもゆいゆいが言ってたけど、でも当時のまだあのマジムリ撮影始まったばっかりっていう時の、ま、あの盾の時って、じゃない人がやってるシーンとかもあったのね。そう、なんかこれどう考えたってさ、本人無理だよねみたいなシーン、飛ばされすぎみたいなさ。それはなんか本人と、あの本人をよく知る人がさ、これ見てるとさ、でも絶対にこれゆいゆいじゃないじゃんみたいな。
それはさ、ほんとさ、見ててさ、面白くて面白くて待って、今も思い出すと本当にすごい笑っちゃうそう、私とさ、本人はさ、もうさ、わかるからなんかそれがなんか誰、ずっとさ、顔とか映ってるけど、ゆいゆいが頑張って、リリーがすごい美しく映ってるんだけどさ本当におかしくてめっちゃ、うおーとか言ってるとこあるんだけど、これ明らかリリーじゃないまでみたいな本当にそれがツボに入っちゃって本当にすごい爆笑しちゃった。そう、ダヤネがさ、あの飛ばされてしまうシーンとかもさ、えってこれさ、人形使ってるみたいなさその撮影の時自分がいなかったからちょっと分かんないんだけど、いや、そう、今も思い出しただけで本当に笑ってしまう。いや、本当にもうおかしくておかしくて、何回もさ戻して見てたりとかしたから違いますよねって言ってて、本当にいや面白かった。落ち込んだ時はあれ見よう飛びすぎるよね、よく覚えてるね。そんな見方すらちょっと見てしまうんだよ、本当に面白い。私でも自分だって、私はもちろんだって、そんな私強い時じゃないもん、私があのドラマ撮ってた時は。でも今一度もう一回言いたいけどね、私別にそんなノリノリで最初裏切りに行ったわけじゃない、ないからね、本当に。でも直前まで、前日かな、前日までだってみんなの署名集めて、よっしゃーって革命起こすぞみたいな感じでめっちゃね、ノリノリだったんだよ、ひな。これからちょっと舞台見に来てくれる人ってね、人にちょっと言っておきたいんだけど、で自分からさ、あの生徒会室行ったわけじゃないんだよ、私。なんか知らない、なんか体が大きい人にお腹殴られて気を失って、いや、そこでそうなんやかんやって、そう、なんかそう、なんかここで親衛隊になっちゃえば将来約束されるよみたいな感じで、そこからいろいろヒナの中でそういろいろ変わっていってっていう。そうだよ、最初あれだよ、連れてかれたんだよ、私っていうかヒナ。かわいそうに。人間お腹殴られて気を失うことはほぼない説確かに普通うわーうわーってなってるよね確かに僕はまたあ、なさそう。苦しみながらあんな背中にこうって、すごい苦しそう、かわいそう。今だったらカバー倒せますか、どうだろうね。タオちゃんと一緒だったらいけるんじゃない。内臓破裂かな、怖いこと言わないで。
になると急に強くなった。それはね、なんかね、1年生と2年生の時はね、全然弱々なんだけど、そこからね、陰でウイウイって努力をして、ああやって強くなったって丸尾さんが言ってた。でも私がいきなり聞いて笑いながら答えてたから、そこまで考えてなかったんだと思う。そう、聞いた聞いた。即興の裏設定。あ、夜化け、そう、来週も出させていただきます。来週のやつも恥ずかしいな。来週のやつの方が恥ずかしいな。ぬるってない、ぬるってない。来週はちょっと分かんないけど、うん、やだ、あの格好してない時にやらされるのやだ。恥ずかしいよ。次の県民賞はいつ？夏かな。今も夏ですけど。サンデラックス出ません。出ないよ。そうなの、ケミショーまだね、解禁前の、わかんない、なんかあれと思って、行ってよかったんだっけと思って。そう、茨城弁はあれでよかったの。ダメだと思う、ダッペの使い方よく分かってないから。この時期寝るのことは暑い、絶対暑いよね。え、大丈夫かな、私来てられるかな。いや、この間来たけど、あそこは涼しかったからいいけどさ、ね、ずっと来てたらさ、暑くなってしまいそう。本番中に脱いでしまうかもわからない。ヌルが脱ぐ時ってめっちゃ気合い入れる時だからな。ズーイとか言って脱いちゃうかも途中で。客席に衣装投げてはやばい。絶対嫌なんだけど。いやー、今回の生徒会もね、真面目のリレー配信出るかなと思ったけど出なかったね。でもなんかこれじゃ終わらないよ的な感じで、さっき見てたんで、リレー配信
これでは終わらないかもしれないよみたいな感じしたから、なんか来たらやるのかな。そうだね、今回そんな人数が確かに多いわけじゃないからね。いややるならね、タオちゃんとかなと思ったけど、タオちゃんクロートやってた。やるんかな、私もいつかバラちゃんとやりたい。ヌルターの絡みみんなが言ってえ、そんないいのかな、あのシーンって。本人がそんな、あれっていいシーンなのかな。そうなんだ、そんなみんな言ってくれてるんだ。それいいシーンなんだ。いいのか、バラちゃんとの再会。そうだね、バラとの再会も見どころだね。でもバラちゃんはバラちゃんだね。なんかほんとさ、なんでこんなにヌルが、まあ、リリアわかるよ、リリアわかるとして、なんでそんなに花組が恐ろしいのかがなんかよくわかんないんだよね。なんでかな。わかるよ、リリーは。花組ってそんな強いかなって。わかんないか、なんかいきなり覚醒する人が多いから、だから怖いのかな。ヒナも最初弱かったのに努力すればめちゃめちゃ強くなるじゃん。さ、ヤシャとかさ、ラシャやば、ヤシャやばい。なんかなんだっけ、どんなセリフで、もうやめなとかでさ、鬼の時に、なんか意味わかんないぐらい一瞬でさ覚醒するじゃん。いや、ヌルの3年間よ。なんでヤシあんな一瞬でさ強くなって、リリーとさヌルとなんか同じレベルまで来れちゃうの。怖いんだけど。だから花組のことを恐れてるのかな。葵とかさ、あのなぎちゃんとかさ、何かスイッチを押すと、何かあるとすぐ覚醒して強くなる集団と思ってるから恐ろしいのかな。いや本当にもうなんかやっぱ真面目にってやばくない、真面目に面白すぎる設定が。本当におかしいね、ファンタジーだね、本当おかしい。なんか冷静になって考えるとなんか爆笑しちゃう、いろいろじわっちゃう。ちょっと真面目な話はこの辺にして。いやでも今回は本当になんかすごいリリーのこと、まあ好きなんだなって感じ。ひなはなんかヌル劇場がある、本当もうなんかね、頭おかしくなっちゃってる感じ。そう、なんかいろいろ学んで、いろいろあって、あのライのヌルまで落ち着いたのかなみたいな感じだったね。朝日ひな劇場です、もう本当にお楽しみに。そう、私ヘトの日のやつも全然なんか
これからですね、私はこれからいろいろ振りで溶かしてみんなに追いつきます。でもさ、時間なくない？なくないってことはないか。ちょっと。まずはエイトの日に。いやでもその前にファンミかな。ファンミとか、あとお手紙を書くの。メールの、メールじゃない。みんなが書いて、届けてくれたお手紙にお返事を。場所みんなに行ってないんだ。私はね、超最近知った。うん、書いてるよ。え、お返事もらえるの？そう、そういう企画というか、一回締め切っちゃったんだけど、でもね、定期的にやりたいなと思ってるんだよね。全員じゃないよね。うん、でも余裕あったら。なんか舞台さ、今までさ、ほんと決まった瞬間からね、お腹痛くて、今まではもう大丈夫かな、うわー、やだなー、あ、やだなーって言っちゃった失敗だなと思って、すごくお腹痛くても舞台のことしか考えられないみたいな感じだったんだけど、すごいでも全然今回ね、全然そういうのなくて、不安が全くなくって嫌だなじゃあ、演じる、役が嫌だとかじゃなくて、緊張感を味わって生きていかなきゃいけないっていうの、プレッシャーに耐えないといけないみたいなのが嫌だなっていうつもりでそうでもなんか全然今回そういうのなくて、むしろそういうのがなく今回初めて不安がない状態で挑めるから、むしろ楽しみっていう。そうすごくない？なんか今回めちゃめちゃそういうので言うとね、余裕というか心に、そう、余裕があるから、うん、だからお手紙とか、なんか他のことが全くできないっていう状態ではないから、うん、うん、ね、さすがに3回目というかだし、なんかどういう感じで進んでいくとかもなんか分かってるから、あ、こういう風にこうやって進んでいくんだっていうのが見えてるから、そう、なんか大丈夫かな。宿題は抱えてますよ、うん、だからお手紙そんなちょっとだけとかじゃなくて、なるべくもうお返事書きたいなと思ってる。オーディションのアドリブいるか。なんだろう、私オーディションよりセリフ覚えるの絶対早いと思う今回セリフっていうセリフしそうななかったけどさ、私でも一応さ、短いセリフでも、でもほんとね、すごい成長だと思ってる。こんな舞台が始まる前にこんなに心が落ち着いているの。最近役に考え方が寄ってきた？なってきたとかな、ない？ない。ないよ。
やっぱさ、手紙読んでてさ、これ本当に帰ってくるのか、凛ちゃんに届いてるのかわからないけどっていう言葉が書かれてると、もうそういうの見るとすごい返したくなる。ちゃんと届いてるよって安心してほしい。ブログとかもさ、これみんな見えてるのかなってコメントしてくれてるけど、届いてる、見えてるよ本当に。でなんか本当に届いてるか不安なのか、同じ内容を2つ送ってる人とかもいた。大丈夫だよ、ちゃんと届いてる。多分表示されないからさ、あの遅れてるのかなって不安になっちゃうんだよね。見えてるよ。さっきもね、そう、ちょっとだけ更新した。マネージャーさんのも見れる。ゲビメル届いてよ、よかった。メールの返信も、なんかそれ気になったんだよね、ちょこちょこコメントって。メールの返信はなんか昔からね、握手会とかで言われることあったんだけど、他のグループがどうなってるかわかんないんだけど、私たちのはね、多分返信とかじゃなくて、多分ツイッターとかでそれぞれハッシュタグを決めて、でそのハッシュタグを見に行ってみたいなのじゃないと、多分みんなの返事って多分見れてないと思う。なんかね、メール自体にそのまま返信してくれてる方もなんかね、いるみたいなんだけど、うん、ってなっちゃうと、それ私たちそれを見る術がないので、そう、どこか闇に吸収されてしまっているかもしれない。そう、そう、見えないの、なんかわかんない、昔なのかな、他のグループだとできてたのかな、それは。だから私たちはそう、ハッシュタグでね、お返事書いてもらってるの、ツイッターで。私のメール楽しいから好き。え、本当？私のメール面白い？私ハッシュタグリンリンだよりにしてる。ちょっと可愛くて、自分でも名前がね、そのハッシュタグの名前が可愛すぎちゃって、ちょっと照れちゃうんだけど、でも今更変えちゃうとなんか寂しいなっていうのがあって変えられない。でずっとそれでやってきてるから、みんなの、みんなが書いてくれたやつがなくなりはしないけど、なんか寂しいなと思って。あ、本当？帰った、帰る。みんながそう言ってくれるんだったら帰れない。嬉しい。昨日からメール取り始めた。本当？昨日から？嬉しい。一生懸命メールの返信書いておく。え、嘘、遅れたの？それって。待って、悲しいしかわいそう。今までずっと書いてくれてたんだね。なんかごめんね、申し訳ないよ。そうだったんだね、読みたかったそれ。じゃあ今度からは、明日からね、明日からはハッシュタグで教えて返信。そっか、返信自体はできちゃうんだ。なるほどね。ごめんね、かわいそうだよ。
そう、なんか最近さ、なんか届かないみたいに言ってくる、言ってる人多くない？なんかあったっけ？なんかあったのかな？なんかサイトがリニューアルがどうちゃらこうちゃらみたいになったから、それでなんか不具合が出てるのかな。私のあれにコメントするのが趣味になってきたの、嬉しいな。いっぱい書いて。嬉しいね。でもここに来て新しくさ、メールを取ってね見てくれる人がいるなんて嬉しい。UC で私の存在知りました。あ、それさ、手紙で書いてくれてた人、同じ人かな。手紙で書いてくれた、それ。かな。もう私 OUC とかさ、すごい、あの時さ、まあ、どうにかしなきゃって、なんか動かないとやばいよって思ってさ、すごいいろいろ頑張ってたっていう言い方だけど、いろいろ動いてみたんだけどさ、なんか本当にこれちゃんと、なんかまあそのファン、もともとね見てくれてるファンの人とかにもさはきっと何か届けられてたのかもしれないけど、そうじゃない方にまで届いてるのかなってすごいうわーって思ってたから、そういうのが聞けてすごい嬉しかった。あの時ちゃんと届いてたんだと思ってすごい嬉しかった。ストレッチ配信は全然頑張ってたとかじゃないんだけど、そう、なんかまだみんなには見えないところでなんかいろいろああだこうだやってたりしてたんだけど、ストレッチ車でほぼストレッチしてない喉は全然それ大丈夫大丈夫本当？いつの間にかファンになってました。めっちゃ嬉しい。カービィこっち見てるかわいいねカチカチ山神器絶対ないわ何言ってんの絶対ないんだけど、でもハモルマー神器、そんな神器の方いらっしゃいます？いないような気がするんだけどねえ、カチカチ山神器はほんとそれはない。待って、パチコイの実況が来るってことは結構いい時間だよね。放送されていますパチコイ、今日は再放送会です。カチカチ山は心は静かにする、嘘じゃんもともと私のこと好きだったでしょ、それ嘘じゃん。抜き汁ねえ、やばいよしかも嘘、見たことあるお名前がたくさんだから嘘なのすぐわかるよ。何新規かもう覚えてないや。なんか逆に嬉しい。いや僕カチカチ山神器絶対嘘だって。
店舗行けないからショールーム嬉しい。本当こんなショールームで嬉しい。私がただ自己満で勝手に喋ってるだけのショールームなのに。明日茨城の振り返り配信あるね。明日だよね。26だから明日18時半茨城の振り返り配信します。でもなんか自分がソロでやってるやつとか見たくないんだけど、どうしたらいいかな。その時間やだな。なんか他の公演の振り返りとかだったら全然いいけど、自分がってやられると嫌だな。嫌なんかいいっていう。嫌だよすごく。嫌だな。すっごく嫌だ。ああいうのは振り返るべきじゃないよね。なんかああいうのはさ、あれって夢だったのかなって思い出せないぐらいにさ、ちょっとさ、まあまあまあってさせとくのがいいんじゃん。よっしゃ、もう一回見ぞみたいな感じで見るやつじゃないじゃん、ああいうのって。鮮明にしちゃダメじゃない、あれって。あー、どうなんだっけ、思い出せない、あーもう一回見たいって思ってもらってるままがいいんじゃん。ほんとやだ。振り返りたくない私。おいって本人がそういうこと言うなよって。本当に嫌だ、本当に嫌なんだけど。やだ、私のこと映さないでほしい。もう無理無理、覚えてない覚えてない、改札できないできない。そっちサボってもいい。ああやだよ。いや写真とかはまだいいけど、動いてる自分見るの本当に嫌なんだけど、特にライブをしてる時の自分、なんか素で出てる自分見るの本当に苦手だ。演技とかはさ大丈夫なんだけど、その勉強どうやって映ってるかとか見て直さないといけないから、マジ無理でだいぶそれは克服したんだけど、本当ライブとか見れないわ、どうしよう。すごく明日の時間苦手だ。残るのがすごく嫌だ。だからライブとかで中継とかない、本当に現場で見てくれてる方のにしか見れないライブとかはすごい好きで、舞台中もあの収録とか配信が入ってない時の方の公演の方がめっちゃ調子いい。本当に嫌だ。頑張ろう。私カメラが入ってるとやっぱりさ、数的にもさ、そっちで見てくれてる人も多いし、映像として残ってしまうから、カメラを意識してっていうなんか見せ方になっちゃうじゃん。ないじゃないって、みんなじゃないっていうのおかしいけど、でもないとやっぱり目の前にいるみんなのこと、みんなに集中できるっていうか、をに向けて 100%
そこに向けてパフォーマンスするかできるから、そうだから嫌なんだよね、カメラが入ってると。自分大好きかと思ってたのに。いや、それは好きかもしれないけど、それとこれとはまた話が別じゃん。うわね、集中したいよね。好きなの。それは好きなんじゃないの。そんなの確かになんかあんまビジュアル整ってないとかそういう時はさ、もうやだーってなっちゃうけど、でも好きじゃなかったらねえ、この世界多分来てないよ。喉大丈夫？やばいよね。じゃあ私ね、すごいあのね、めっちゃ爆笑したり笑いすぎたりしちゃうとすぐ喉ダメになっちゃうの。稽古、これはね、稽古のあれとかじゃない、全然やってないから最近稽古。私あのセリフの練習したいんだけど、あのとてもこの部屋で出していい、あのね、あのセリフというか発声じゃないから練習できないの、全然お家で。高笑い負担、いや高笑いはそんな負担じゃないんだけど、さっきのさ笑いすぎたやつでもう喉ダメにしてる。私一番爆笑した時がね、喉悪くなっちゃう。でさっきの笑いとさ、ヌルの笑いは違うじゃん。そうなの、なんかすごいダメ。リアル笑ってはいけない、本当だよ。まあでも確かに舞台期間中もヌルで喉ダメにしちゃわないか、ちょっとそれは確かに心配かも。大丈夫かな、どうする本番。ヌルの声ガラガラだったら私は丘の上の嵐が丘が越えんのヌルだとかめっちゃガラガラなの。ね、笑ってはいけないマジムリー学園になっちゃう。バラエティーにしないんだって。でもやっぱちょっとさ、あとあなんかたまにはみんなに言われ、あのバカにされるのはちょっと嫌だけど、そう自分がバカにするのは大好き、本当に。ヌルをバカにしていいのは私だけだよ。でも丸尾さんはヌルはかっこいい人であってほしいんだよなってすごい思った。なんかもうほんと一つ悔しいことがあって、なんか1日目にさ、これヌルがこれ言うのって思ってさ、楽しみすぎるって思ってたセリフが一個あったのね。これどうやって言う、ちょっと楽しみ楽しみっていう、なんかなんて言うんだろう、ちょっとバラエティじゃないけどちょっと面白いセリフが一個あったのに、なんか次の日になったら稽古行って行ってみたら、ちょっと遅れて行ったので、あの バゲットに出させてもらってて、みんな先に本読みをしてて、
私もうなやばい、このセリフ言うの楽しみすぎると思ってめっちゃノリノリで考えてたのに、次の日行ったらカットされてた、悲しい。すごい痛かった、あのセリフ。すごい、あ、消されたってちょっとショック受けながら本読みした。めっちゃ残念、勝手に行っちゃおうかな。え、ほんと悲しい。そうだからやっぱふざけちゃいけないんだって、一応朝日ひななんだけどなって、かっこつけさせられます、ふざけさせてくれませんでした、悲しい。その代わり周りの生徒会の皆さんが頑張ってくれます、きっと。痛かったなあれ、めっちゃ痛かった。どうやって言うか考えてたのに。そっか、ふざけちゃダメか、生徒会長は。ふざけたかったな。終わったら教えて、覚えてたら言うね。別にみんなにとってはそんなあれじゃないかもしれないけど、私はすごい好きだったセリフがあった。絶対受けてた。え、わかんない、それはわかんないけど、とにかく気に入ってた。本当にこれだけのセリフなんだけど。じゃあ稽古ではありません、明日は配信、さっきの茨城の振り返りの配信が夕方にあったり、レッスンをしていたりですかね、明日は。そしたらまたいろいろなんか新曲のなんかあったり、舞台、あのずっと舞台かな、あとはエトの日とかを頑張ったりとかかな。はやばいです。でも大変だけど、でも全然いけるっしゃーって思ってる。大丈夫かな、多分いける、多分大丈夫、いけるいける。暑さはちょっと勝てないけど、本当に私はその暑さとの戦いです。頑張ります。なんかビンゴで着てた T シャツさ、昨日着てたんだけどさ、なんかパーキングエリアで同じ T シャツ着てる人と出くわしちゃって、出会ってしまって、なんかマスクしてるからだけど、わかんないけどさ、相手の方がさ、え、その T シャツ着たのみたいな感じの、わかんない、私の勘違いかもしれないけど、お互いに全然知らない方なんだけど、そうって、同じ T シャツやみたいな、着たみたいな、なんかそういう目に見えた。恥ずかしくなっちゃった。絶対そういう視線だったと思うんだよね。そう。気まずい。終わっちゃう。そんなわけで明日は配信でお会いしましょう。明日はね。おやすみ。もう消えちゃうかな。ありがとう、見てくれて。おやすみ、切っちゃおう。